まあ散歩。もう調査会終わったから帰れるね。なあ、もう疲れたよ、もう本当に。店長、何やってきたん？ちょっと待ってよ。なんかデージ気になるわけ、これもなんか食べたいわけよ。え、もう終わったじゃん。せっかくこっち境町に来てるからさ、次じゃなくてよ。今なんかにつけて食べよう。ああ、いいですよ。でも近くにありますか？そんな。見てごらん、ほら。上りがあるし。天ぷらあち高校って書いてますけど。じゃあこれこっから行きます、番組。オッケー、じゃあこれから行きましょうか。じゃあもうそのまま。はい。はい。突撃。まあ散歩。急にかーい。ちょっと。そうだ、調査隊からの。からのみたいな。突撃。まあ散歩。待ってください。そっちの天ぷらが山盛りに積もれてる、見てください。おいしそう。こちら野菜天ぷらですよ、こちらはかき揚げ。いや、すごい。でかくないですか、天ぷら。中でも食べられるんですか。あ、嬉しい。あ、大丈夫ですか。バー散歩、ちょっと一軒目。お、すごい。こちらで。こちら、なんていう、なんていう店舗。はい、これタクシー。タクシーさんですか。タクシーさん。タクシー。すみません、お邪魔します。いやー、美味しそう。なんかもうお邪魔します。お邪魔します。わ、すごいすごい。今日はこの柚子の香りっていう、あの柚子の香り、知ってます？なんで香りわからないけど、柚子はわかるよね。柚子わからない。柚子こそ。このこれを、柚子を今日自販機で買ったわけ。自販機で売ってるわけ、これ。あ、そうですね。これすぐこっち。境町のあの牛タンの店があるんでしょ。牛タンの店。うちの販売機でグッとして。珍しいやつさっていうか買って、はい。じゃあこれに何をつけたら美味しいのとか、いろいろ聞いてもらったら、チョコレートとかさ。これチョコレート。いやいや、なんていうの。こっちは本気にする方だから。びっくりした。いやいや、だからね。オッケー。じゃあちょっと。あ、じゃあ何か。入れましょうかね。あのインゲン食べたいです。私インゲンします。はい、インゲンいいですね。イカおいしいんだよ、かぼちゃの天ぷら。普通ほら、あの内地のかぼちゃの天ぷらって薄く ね、こうやってんだけど、こんな分厚いよ、見て。おいしそう。ちょっと私、これ開けましょうかね。はい、開けましょうね。あ、いいですか。じゃあ、テルノさんは。開封でお願いします。開封動画でございます。はい、開封。はい、あ、お、ほんとだ、ちょっと匂い。あ、香りどうですか。うん、あ、ゆずちゃん、ゆずが入ってる、ゆず。福岡の思い出が、もうわざわざありがとうございます。福岡に来た思い出の匂いします。福岡の匂いです、これは。突撃、まあ散歩。さあ、というわけで、はい、あの天ぷら来ました。ちゃんとね、もう切ってもらって本当にありがたい。ねえ、そしてゴーヤーもね、追加してくれてくれて。ね、やっぱりまずはもう素材の天ぷらの美味しさを皆さん味わってください。わかりました。じゃあちょっといいですか。じゃあ私ゴーヤーからいいですか。ゴーヤーからね。あ、OK。店長何選びます？なんかカボチャでいいかな。あ、カボチャわかる。じゃあカボチャで。じゃあテルノさんは。私はですね、はい、イカにしようかな。イカですね。いただきます。はい、どうぞどうぞ。あ、一口でいきますね。一口だよ、やっぱり。うん、あ、でもイカ美味しそうだったもん、うん、断面が。おっきい。あ、おっきい。イカがね、おっきい。イカがおっきい。おいしい。もうサクサクでね。あ、いこった。店長はね、これね、揚げたて狙ってますから。そうそう。あー、だん。なんかこの皮がまた、あのイカの天ぷらと違って、皮が薄め。あー、そうか。うまい。うん。絶対うまいはず。うまい。これもサクサク。サクサク。して中はさ、ジュワーって。かぼちゃ本来の旨味が。じゃあちょっと私は。これうまいわ。変わり種ゴーヤーですね。沖縄ではもう夏ね、これしか食べませんよ、皆さん。あ、いい音。うん。ゴーヤーのシャクシャク感もあるんですけど、めっちゃジューシー、ゴーヤーが。美味しそう。これはもう沖縄独特だからな。沖縄というか、これ。
すいません、何もつけなくて美味しいです。美味しいね、美味しいんだよ、はい、美味しいんだけど、沖縄といえば、はい、やっぱね、シンプラにソースですよね。ソースはソースでも、うん、ウスターソースな。ウスターソース、じゃあこれ、お魚、お魚ね、お魚をソースで、ソース、これはもう、これ定番ですもん、もうこれ安定の味だよな、安定、ソースをつけて、うん、うん、これはあの学校から店舗で入ったあの味、あの味うまい、すごい。と店長待ってください、うん、今日はタクシーさんに入った理由としては、ソースで天ぷら美味しく食べようの回じゃないですよ、うんうん、あ、違う違う、あ、そうだ、忘れてた、そうか、うん、柚子の胡椒でございます、柚子胡椒、はい、柚子胡椒だけだと私はもう決めてました、うん、やっぱり、うん、すいません、え、待って、ちょっと、じゃあ店長から言ってせーの、インゲン、あ、おー、おー、じゃあ、インゲン言ってください、インゲン、これをちょっとね、柚子胡椒をつけて、はい、つけて、はい、たっぷりつけて、あ、もう美味しそう、絶対美味しい、あ、ごめん、鼻から、鼻からこう、柚子の香りが、ボーノ、ボーノ、ちょっと、テツノさんが、うん、こういう感じで、ね、あ、いいです、いい乗り方してる、いいね、いいね、うん、こんなにつけてもね、あ、ほら、辛くない、あ、あ、美味しい、もうね、うん、口に近づけた瞬間、もう柚子の香りが、香りがもう分かりますね、ね、分かるよね、みんながね、食べもうやってる最中に、私は柚子をつけた後にソースをつける、ソース、これ、柚子ソースいきますよ、おい、いっちゃう、俺も柚子ソース食べよう、どうぞどうぞナンバーワン、やばい、ナンバーワン、突撃マーサンポ、パチサタン、もうなんかあの、うん、偶然この店長がもう柚子胡椒をどうしても食べたいって言ったら、こんな素晴らしい、うん、だからよ、飽きないといけないでしょ、めちゃくちゃ合いましたね、そう、だからまさかそういう風な感じに 味ね、なると思う、柑橘系でね、はい、はい、というわけでね、今日はね、こちらタクスイさん、はい、来ました、たまたま通ってほんと天ぷらの、ね、あったから、柚子にぴったりの天ぷら屋さん、見つけました、店長いつも通りの、はい、はい、というわけで今日はね、持ってきてるかな、じゃ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 ーん、逆でした。はい、というわけで、これね、ステッカー、マーサンポのステッカー、こっちちょっとでちょっとね、差し上げたいと思います。おかしいとこすいません。あ、もう帰るです。はい、どうもありがとう。惜しかったです。そしたらね、僕あの、あちこち回ってるんですけど、突撃マーサンポっていう店なんですよ。はい。でね、回ったところに、美味しかったっていうことで、これ、突撃マーサンポステッカー、これ、差し上げてますので、もしよろしかったら、ちょっとなんか目立つとこで貼ってもらえたら嬉しいな、みたいな。あ、そうですか。ありがとうございます。嬉しい、お母さんお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、お母さんの高い天ぷらありがとうございました、ありがとうございました、よかった、いただきます、はい、というわけで今日はね、タクスイさん、はい、もうありがとうございます、またね、機会があったらこれ近くで天ぷら会に皆さん来てね、というわけでチャンネル登録と高評価、そしてコメントあれば嬉しいです、よろしくお願いします、はい、今日はこの時です、ありがとうございます、よかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録もよろしくね。